ゆっくりドラム講座カウベル。生徒さんの実力に応じた譜面作成、マルチアングルのドラム演奏動画作成、24時間フルサポート、初心者からゲット、ブラックまで歓迎しているでおなじみのドラム教室スクールド講師のレイです。今日はカウベルを伝授します。カウベルとはこれです。叩くとコンコン音が鳴ります。鉄を曲げて箱型にしたもの。ラテン音楽でよく使われますね。レッド・ツェッペリンのドラマージョン・ボーナムも使ってたからか。ハードロックでも割とよく使われます。音を聞くとあれかって誰しもわかると思うので、早速譜面です。よくある8ビートの右手をハイハットじゃなくてカウベルにしました。何のひねりもないって言われたら全くもってごもっともですが、シンプルゆえにカウベルの個性がグリグリ出るフレーズです。叩きます。まさにシンプルイズベスト。カウベル使ってる人ってあまりいないので、たったこれだけで新鮮な感じがしますね。ドラムイントロでカウベルがよく使われる理由がわかる気がします。では次、頭が良さそうなのを一つ。いわゆるリニアブルーです。手足同時じゃなくてバラバラ。手順としては KLR 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 L KR L KR L LR から RL へ途中でひっくり返るのがオシャレのポイントですね。叩きます。お分かりいただけただろうか。このフレーズはバスドラと右手のリズムが入れ替わってできています。右手のリズムはうんかんうかうんかんうかうんかん、バスドラのリズムはどんどんどんうんどんうどん、二拍間隔で入れ替わっています。だからなんだって話ですが、こういうのに気がつくとその時電流走ってまた一つドラムが楽しくなるので、譜面を書くってことはおすすめですね。では次、譜面です。左足でハイハットを踏みながらパラディドルとインバーテッドパラディドルを混ぜたやつです。左足は8分音符で踏んでいるので、16分音符裏でハイハット叩くと自動的にオープン音になるのでおすすめです。手足バラバラに動かしてる風ですが、実はそうではない。ダブルストロークさえできたら案外簡単です。叩きます。簡単でしょう、カウベル。個人的には何かものすごい可能性ってやつを感じました。想像してる以上にいろんな音が出せて楽しいです。パーカッションの人は手に持ってさらにいろんな音を出してカウベルを演奏してますが、やってみたところむちゃくちゃ難しかったです。やってみて初めてわかる人の苦労ってやつですね。より一層かっこいいドラムを叩きたい方はドラム教室スクールドまでぜひどうぞ。Twitter とインスタのフォローもぜひどうぞ。せっかくなので高評価ボタンも投資よろしくお願いいたします。ドラムコードは他にもたくさんあるのでぜひどうぞ。再生リストは説明欄にまとめました。毎日動画を投稿しているのでチャンネル登録忘れずに、今すぐチャンネル登録ボタンを押しましょう。あなたの投資が私の基本になります。それではお別れです。ねえ、簡単でしょう。